もう行っちゃうの？残念だな。一緒に仕事してみたかったよ。まあこの先もいろいろあると思うけど、くじけずに頑張ってね。お世話になりました。なんのなんの。お前たちがいなくなるとちょいと寂しくなるの。またボスへ寄ることがあればここに顔を出すんじゃぞ。お前たちならいつでも大歓迎じゃ。うん、わかったわ。それじゃ元気でね。
あなたがラーナさん？はい、そうですけれど、何かご用かしら？実は、依頼にあった指輪とよく似たのを見つけたのよね。できればちょっと確認してほしいんだけど。ま、本当ですか？まさか戻ってくるなんて。盗まれた指輪に間違いありませんか？ええ、間違いありません。母の形見の指輪です。そっか、大切な指輪だったのね。またこうして手に取ることができるとは思いませんでした。もう皆さんには何とお礼を申し上げたらいいのか。大事な指輪を取り戻せてよかったわ。それじゃあこれで依頼は完了ってことでいい？はい、わざわざありがとうございました。ではこれで失礼します。それじゃあね。
ようやくお嬢様も枕を高くしてお休みになれます。これも皆様のおかげですね。ありがとうございました。あら、エステルさんたち、もしかして出発なさるのかしら。あ、はい。どうも、いろいろとお世話になりました。お世話になったのはこちらですわ。あなたたちみたいな遊撃士がずっとボースにいてくださると嬉しいんですけど。そこまで言われるとさすがに恥ずかしくなっちゃうわね。謙遜することはありませんわ。ボース市民を代表して私からお礼を言わせていただきます。二人とも本当にありがとうございました。市長さん、さて、あまり長い間引き止めるわけには回りませんわね。エステルさん、ヨシュアさん、道中どうかお気をつけてくださいね。うん、市長さんもお元気で。働きすぎて体を壊さないでね。先ほどリラにもきつく言われたところです。気をつけますわ。それでは失礼します。エステルさん、ヨシュアさん、またいつかお会いしましょう。ようやくお嬢様も枕を高くして、これも
この帳簿にあるミラは一体どこに消えたんだ。早く話した方が身のためだぞ。どうせそのうち証拠は出てくるんだからな。ですから証拠を見せろって何度も言ってるじゃないですか。疑惑があるならそれを証明してくださいよ。まったく。したの？ん？ああ、実はあの男には工房乗っ取りの疑いがあるんだが、奴の店をどんなに調べても決定的な証拠が見つからなくてね。勾留期間には限りがあるし、このままじゃ釈放になっちまうのさ。へえ、証拠物件ね。ねえ、エステル。そういえば空賊団のアジトで変なものを見つけたよね。変なもの？ああ、あれね。掃除機の中に隠してあったノートのことか。掃除機の中にノート？すまないが、それを見せてくれないか。うん、別にいいけど。これだ。はい？これだよ、間違いない。これは奴の工房の裏帳簿だ。おい、ニガード、よく見ろ。お前の見たがってた証拠だぞ。そんなバカな。それは掃除機と一緒に強盗が持っていったはず。ありがとう、お手柄だよ。やはりこの手の仕事はブレイサーに一日の長があるな。あのノートさえあればきっとあいつの犯罪を立証できるはずだ。いずれ遊撃士協会を通じて正式に謝礼をお支払いするよ。ご協力感謝する。
前たちはカシウスの何をしに来た。もうここに用事はなかろう。わしは今回の後始末でこれでも忙しいのだ。現在調査中のため、この先は民間人の立ち入りが禁止されている。悪いが、お引き取り願おうか。現在調査中のため、この悪いが
目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。お世話になり、なんのなんの、
そっちは立ち入り禁止だぞ。指示に従わない場合は遠慮なく逮捕させてもらうからな。確かあの関所を越えたらルアン地方に入るんだったよね。うん、そのはずだよ。でも参ったな。もうすぐ日が暮れる。今日はここに泊めてもらった方がいいかもしれない。
別にいいけど。急いで峠を降りて麓の宿に泊まる選択肢もあるんじゃない？夜の峠越えは危険だよ。視界も悪ければ足場も悪い。夜行性の魔獣に襲われたら崖から落ちる可能性だってある。あんまりおすすめできないけどな。確かに危ないかも。とりあえず関所の兵士さんに事情を説明するしかないか。おっと、珍しいな、こんな時間にお客さんなんて。ハイキングに来て道に迷っちまったのか？ううん、違うわ。私たち一応遊撃士なんだけど。あんたたちの年で遊撃士ってのは驚きだな。それじゃあ仕事できたのかい？いえ、実は声優劇士を目指して王国各地を回るつもりなんです。で、どうせだったら修行を兼ねて飛行船を使わずに歩こうかなって。歩いて王国一周するのか。はあ、若いっていうか気合が入っているっていうか。それほどでも。しかしいくらなんでも今から峠を降りるのは危険だぞ。最近この辺りではやたらと魔獣が発生してるからな。旅人用の休憩所があるから今夜はそこに泊まっていくといい。やった、ありがとう。助かります。なんのなんの。休憩所を使うときはうちの隊長に声をかけるといい。手前の詰め所にいるからさ。君たちは？どうも、お邪魔しています。実は。そうか、構わないよ。遊撃士なら身元も確かだしね。隣の休憩所を自由に使ってくれ。ありがとう、隊長さん。